こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔第24層やっていきたいと思います。で、メンバーこちらです。エリザベス、ディアンヌ、フェスバンっていう形でやっていきます。で、裏にマーリンで、マーリンの特殊戦技で、必殺ゲージ1個溜まった状態でスタートするっていう形でやっていきたいと思いますと。で、ここは何回かやったんですよ。結構辛い。いろいろやってみたんですけど、あのね、HP 高くないと多分すぐやられちゃうんですよね。ここ強いんだよね。火力が結構強い。で、あのね、周りの2体を先に倒しちゃうと、ザラトラスのね、攻撃力爆上がりしちゃって、あのね、すぐやられちゃうんですよ。なんでザラトラスから倒していかないとダメですっていうところで、いや、まあダメじゃないな。まあでも火力ガチ上がりしちゃうんで、まあ全体的に削っていくっていうのがね、ここは大事かなと思ってます。はい。で、 HP 高い、キャラクターをね、選出してあげてやっていきたいと思います。というところで、結構ね、辛かったっていうか、辛いっすね、ここ。で、必殺貯めれればすぐ必殺ぶっ破してあげます。で、これね、気絶も入れられるんすよ。だからね、ちょっと辛いなって感じなんですけど、気絶入れられちゃうとちょっと辛いっすね。なんでね、ディアンヌに頑張ってほしいんですけど、結構ね、ここはね、辛いな。なんかあんま、なんか簡単やみたいな感じで聞いてたから、いけるかなと思ったんですけど、あれ、ちょっと待って、最後の24層ちょっと辛くねえかって思ってます。はい。で、必殺溜まってるので、まあ必殺ぶっ破したいっすね。で、ディアンヌも耐えてほしいけどなーっていう感じ。あ、ディアンヌ耐えていく。オッケーオッケー。で、まあここはね、必殺溜まったので、必殺入れてって、で、まあ単体攻撃しか打てないんで、右側削れてないから、右側ちょっと削っていきますと。で、必殺入れて、これはどう？で、まあ、いやー、結構削れてるね。両サイドね、あんま削りたくはないんですけど、まあしょうがないかな。で、ここはどうしよっかな。いや、ザラトラス強えな、おい。両サイドも強いからね、ちょっとHP 吸収で良かったのか、ちょっと疑問だな。まあでも、まあしょうがないですね。まあ、やっていきますと。で、必殺入れて、で、まあタゲをね、もうディアンヌで集めてあげて、で、ザラトラスの必殺食らったら多分即死かな、多分。心配すんな。多分即死級のね、必殺が飛んでくるんですよ。これね、ちょっとね、強いわ。ザラトラスに必殺打たれちゃうときっちりっすね。で、まあここで気絶も入れられると。うわ、バンがやばい。バンピンチ。あ、終わった。バンが終わりました。いやー、きついね。で、バンが終わっちゃったんすけど、まあ諦めずにやっていきますと。
で、ここはね、両サイド削りたくないんで、削り切りたくないから、もうエリザベスの必殺貯めて、シールド貼って、周りのね、これで耐えていきたい。で、こっからのプランとしては、エリザベスの必殺を全体打って、で、両サイド削った上で、ザラトラスに金札ぶち込み。このプランですね。このプランで、勝っていきたい。で、必殺入れて、ザラトラスって感じかな。これでね、決めきりたいっすね。決めきれるのか。うわ、マジかよ。右側残っちゃってんすけど。これはどう？右側に打っちゃったよ、おい。ここ地獄やな。これからちょっと地獄が始まりそうだな。いや、痛え。耐えれる？耐えれるか？耐えてゆく。おげおげ。これはいったね。これもう、もうこれでね、倒せなかったわ。もう、この動画ボツですね。これで決めきってほしいです。はい、OK、GG。ギリギリ。まあ、ギリギリですけど、まあ、クリアはクリアなんで、まあ、こんな感じですね。はい。いやー、なんとかギリギリでクリアできましたね。危ねえ。めちゃめちゃ危なかったな。10回ぐらいやったけど、初めてクリアできましたという感じですね。まあ、こんな感じでですね。まあ、やっぱり HP もりもりパーティーがいいかな。あと全体攻撃と全体で全体必殺打てるキャラクターっていうと、まあ、ここら辺なのかな。バンとかエリザベスとかディアンヌとかね、この辺になってくるかなと思います。という感じで今日は、試練の塔第24層やってみたというところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。